今日なんですけど今ね春休みなんですけどちょっと大学で用事あってで昼飯食おうと思ってあの久々に学食行こうかなと思ったらあのまあ当たり前なんですけどやってなかったっすねちょっと淡い期待を抱いた自分が悪かったっすけどまあやってるわけないよなってやってても多分来る人ほぼいないと思うんで。 やってなくて今誰もいなかったっすね学食にうん、なんか廃墟みたいな感じになってますね、うん、本来ならここで学食が食えるんですけど完全にシャッターも閉まっちゃってますねうんやっぱやってたらもう赤字だもんねそらやってないよなでまあ鍵とかは閉まってなくて意外と普通に入れましたね、うん、でこれ忘れ物があったわ えー、でもなんかちょっとねなんかちょっと不気味な雰囲気があるんだよね、うん、春休みのなんか春休みの学食ってなんかちょっとね不気味な雰囲気ありますね <laughs>、うん、いつもはまあ賑わってるんですけどねこの辺もでちょっと別の学食にも来たんですけどここもやってなかったっすねここはね結構昔よく行ってたなーっていう思い出があるんですけど最近全く行ってなかったんで3年生になってから本当に学校 あんまりいかん行ってないんでうんでここがあのお皿返すとこですねなんかあの返却口みたいなやつですねでお皿返してでここで手洗うのがまあ定番だったかなって感じで一応あのここまあ従業員の方しか入れないとこですけどあの今電気もついてないんでかなり不気味な感じになってますねうん本当に誰もいないねでもなんかトイレの電気はついてる感じですね あと、自販機も多分ついてるかな。それ以外は全くついてないって感じですね。はい、ということで、もう1個の学食もやってなかったんですけど、あのこれ当たり前なんですけど、今人いないじゃないですか。でもね、これ本当にね、いつも人多くて、で、座れないんですよね、やっぱり。あのまあ昼の時間帯に行ったら絶対、座れなくて。 でなんか2限ぐ,ぐらいからあの予約というか席取っとかないと絶対座れないっていうところです、ね、あの中央大学でもなんか捨てはげがななんかあの座れなくてあの学食に座れなくてブチ切れてるみたいな動画出してたんですけど本当それの気持ちがねよくわかるんですよねあの一応、ここに場所取り禁止って書いてあるんですけどなんか、ね、いろいろ置くんですよね。なんか まあファイルであったりまあ筆箱とか置いてなんか席取ってますよみたいな感じでやる人がまあいっぱいいてでそれでまあ無言の圧力というかあのそれで席取れないんですよねうんひどい時だとなんかタオルを広げて3席分ぐらい取ってたりするんでいや本当にあれねちょっとやめてほしいなとは思うんですけど一応書いてあるからねここに場所取り禁止ってで無人の場合 即なんか撤去しますみたいな速攻撤去しますみたいな書いてあるんですけどあのなんか怖いんですよね <laughs> 撤去したらなんかブチギレられそうですその,やあの席取ってた人にだからあのまあここは本当利用しない方がいいですねあのいや本当になんか怖いんでこの学食はだからもう4年生になっても多分もう行かないと思いますねここははいそんな感じですであとここセブンなんですけどやっぱセブンもね閉まってましたね やっぱ春休み中はどこも、まあ、閉まってんのかな成居ぐらいかな空いてんのは成居、まあ、はさっき言ったら空いてたんですけどこっちのコンビニは、まあ、あんま需要ないから、まあ、閉まってるんですかねっていう感じで今日はねあの春休みの大学にまあ潜入したんですけど、まあ、ほとんどねこういう学食とかコンビニとかやってないっていうまあ結果でしたね多分、まあ、春休み中大学行く人多分ねあのいないと思うんですけど まあ行く時はね学食やってないってことだけはね分かってくれればいいかなっていうふうに思います。ではお疲れ様でした。